はい、こんにちは、カズボウです。ドラゴンクエストモンスターズジョーカー3のパート101を始めたいと思います。前回ですね、青龍ミラクレア、これを作りましたね。まあ、前回の続きなんですけどね、まあ体力が非常に高いモンスター、今回はね、この青龍ミラクレアを使って配合でね、次のモンスターに派生できるので、まあそちらをやっていきたいと思います。また新しいスキルとかね、特性とか、まあ何が効くとか効かないとかね、耐性も、まあ、紹介していければなと思います。あとね、いつも通りまあ見てくれとね、あとカラーでどうなるかとかね、そういうのもやっていきたいと思います。はい、とうとう来ましたね。青龍ミラクレアと龍神王、これ両方とも動画出しましたよね。そして陸の神ヤチホコ、やっと神3つの神できました。和田摘とホアカリはもうだいぶ前にできたんですね。なんでね、あれまとめて1個の動画で出したんですけど、このヤチホコだけね、このキングスペディオとデモンスペディオがね、必要なせいでね、出せなかったので、まあ、やっと出ましたね、これで。これで、あと特性が、地ブレイク、超ギガボディ、地形の骨。まあね、地面のね、タイプのモンスターかなって感じですね。あと、暴走要塞、自動ヒットポイント回復、AI3、4回コード、稀にバーハ、稀に守りの霧、自動 MP 回復だって、これすごいね、これね。早速、配合していきたいと思います。はい、では配合したいと思います。おー、ミラクレアと龍神王、とんでもない配合でできるんですね、このモンスターって。はい、ヤチホコができました。まあ、これは自分でちょっとつけたのでね、まあ、紹介、元の元の、まあ、AI3、4回行動とかじゃないんですけど、耐性がね、火とね、闇が弱点、あとそれ以外はね、結構ほとんど右の毒とか休みとか麻痺とか無効ですね。無効で、はい、ヤチホコがね、素早さが高いですね。素早さが高くて超ギガパワー。龍神王と青龍ミラクレア。大地の化身とも言われる。これなんて読むんだろうね、三聖神という、でいいのかな、三聖神という魔物の一体。戦いを好み、出会った者に力試しを挑んでくる。これね、このホアカリとワダツミも戦ったんですけど、これ一番最初に出てきたんですけど、一番強かったですね。あの、ため切れボディがついてたと思うんですけど、これついてないね。まあ、攻撃者吸い取ってね、なんかやってきたんで、全員1000ぐらい食らった記憶あるんですけどね。これはちょっと強かったですね、普通に戦った時は。なのでね、今作で初めてのモンスターですね。まあ見た目はね、このキングリザードと変わらないんですけど、まあデカさ的にね、やっぱギガボディなのでね、これで 99.4% になりました。34種類。なので、ね、またこのヤチホコを使って派生していきたいと思いますので、まあ、ちょっとレベル上げたいと思います。今、レベル54まで上げたんですけど、もうほとんどね、上がらないですね。やっぱり素早さが高いモンスターですね。4枠で素早さが高いモンスターなので、まあね、AI4 回行動にしてるんでね、多少ステータスは低いですけど、素早さがね、高いモンスター。なので、マックスにレベルしたとしても、本来のね、データとはまた違うのでね、ヒットポイントはやっぱり高いですよね。でもミラクレアの方が高い感じはします。なのでね、これ大空ライドでちょっと乗ってみたいと思います。はい、ヤチホコが飛んでますね。やっぱりね、これ色的にこうもう光り輝いてますよね。これ1枠にしたら、あれ他のキングリザードとかと同じ感じになっちゃうんですかね。でもなんか光ってるんで、これカラー配合したらどうなるんでしょうかね。ちょっとやってみましょう。はい、ヤチホコですけど、青くしたら、まあ、こんな感じですね。まあ、若干ね、光り輝いてるかなって感じがしますよね。なんか首筋とか、胸元とかね、やっぱ横から見るとなんかね、メタルボディみたいなね、感じは見えます。紫だと？これは、カイザードラゴンっぽいですよね。お、黄色くするとなんかゴールドっぽいですよね。まあ若干黄色の方が強いかなって感じはします。角がね、緑色ですね。持ってる玉ってやっぱ何なんですかね、これね。はい、黒くします。お、これ黒くしたら、黒くしても周り黄色く輝いてるんですね。まあ、蛍光塗料っぽいような感じですよね。持ってるものは緑色ですけどね。
じゃあ白くしてみます。おお、なんか白なんだけどやっぱ輝いた白って感じしますね。なんか黄色い輝きが常にあると。やっぱり持ってるものは緑色なんですね。はい、ということで今回はヤチホコを作ってみました。陸の神ですね。これね、まあ三聖神ですね。あれのね、ヤチホコ、ワダツミ、ホアカリ、これが完成しました。なのでね、ワダツミとホアカリのね派生はもう全部やったので、あとはこのヤチホコの派生、この先もまだありますので、これでようやくね上が見えてきたのでね、おそらく前に作ったモンスターもだんだん配合に関わってくると思います。なので今回ここで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。